ゲリラ雷雨情報をお伝えします。まずはいただいているリポートからご覧ください。石川県河北市の方からです。おはようございます。西の空湧き立つ雲ということで、こちらも写真をいただきました。すでに少しもくもくとした雲も見られているようです。今日は大気の状態が不安定で、この後急な雨の可能性があります。では雷雨発生確率見ていきましょう。より色が赤色のエリアほど大気の状態が不安定なところとなっております。東日本の内陸山沿いを中心に雷を伴い雨が降る恐れがありそうです。晴れ間があっても怪しい雲が近づいてこないか湧いてこないか、空の変化にお気をつけください。そしてこの後の雨雲の様子はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。このようにこの後の雨雲の様子確認することができますのでご確認ください。皆さん、この地域でよく当たるお天気アプリ知ってます？それはウェザーニュース。予報精度はなんと 93% 以上。ナンバーワンお天気アプリウェザーニュース、今すぐダウンロード。